どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちら、マリオットボンボンホテルポイント購入最大40%増量キャンペーンがやっておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、久しぶりにね、マリオットボンボンホテルポイントの購入で増量されるキャンペーンがですね、やっ ま参りました。で、今までのですね、マリオットモンブポイントの購入で、まあ、増量キャンペーンね、何回も行われてきているわけなんですけども、まあ、直近だとですね、最大60%が、もうね、2020年になるんですね。もう3年前になるんですけども、最大60%増量っていうのがね、あったんですよね。多分、ここ数年でこれが一番、あの、増量分としてはね、まあ、多かったキャンペーンではあるわけなんですけども、 ここ半年はですね、本当にあの増量分で少なくて25、25%とか35%とかね、低かったんですよね。で、今回ですね、40%増量っていう風になりますんで、まあその中ではですね、まあすごい高いわけではないんですけども、まあ最近の中ではですね、まあいい方なのかなっていうところでございます。 で、またですね、円安がね、また進んでるんですよね。今また134円とかね、まあそのぐらい行っておりますので、まあ今回のね、ポイント増量で購入されるのが、まあおすすめな方はですね、まあ宿泊料金とポイント、宿泊ね、比較していただいて、ポイント購入していただいた方が、まあ安くなる方ですね。またね、2022年の年末にですね、ニューヨークで使ってきましたけれども、ポイントで5連泊すると5泊目がね、 ポイント無料になるんですよね。マリオットボンボンホテルポイントっていうの。まあ、こちらを利用する予定のある方。まあ、もしくはですね、ポイントを購入して、まあ、ラスカ航空とかですね、シンガポール航空とか、まあ、ユナイテッドとかありますけども、まあ、マイルに交換していただいて、国際線ね、乗られる方はですね、まあ、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こういった予定がある方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ではね、キャンペーンの詳細いきたいと思います。期間がですね、2023年の4月の3日までっていうふうになっておりまして、これね、規約見てもね、どこの時間帯か書いてないんで、アメリカの時間になってると思いますので、まあ、日本時間だですね、まあひとまずね、ギリギリで購入されるのはね、あんまりお勧めできませんので、日本時間の4月2日ぐらいまでにね、まあ、購入しておけばですね、間違いないかなっていう感じで、 ございます。で、キャンペーンの特典ですね。今回ポイントを購入していただくと、えー、40%増量っていうふうになっておりまして、キャンペーンのね、条件なんですけども、まず2000ポイント以上ね、購入していただくと、まあ、今回のね、40%増量はね、適用されるっていった形になります。で、 条件の二つ目ですね。こちらは、マリオットボモボホテルのポイント購入っていうのは、アカウントを作成後30日を経過しないとですね、このポイント購入っていうのはね、参加することができないっていうふうになっておりますんで、最近ね、アカウント作りましたよっていう方はね、基本的に利用することができませんので、この点もね、注意してください。で ポイントの購入の上限なんですけども、マリオットポイントは1年間に10万ポイントまでね、購入することができるっていう風になりますんで、まあ2023年ね、まだ始まって間もないですので、まだ10万ポイントをマックスで購入された方はね、そこまで多くないと思うんですけども、こういった形になります。で、今回のね、キャンペーンのポイント購入した分は、72時間以内にですね、マリオットボンボイのアカウントにね、付与されるっていった形になります。で、今回のね、マリオットボンボイキャンペーンはですね、まあ2000 2000ポイント以上ね購入していただければ40%増量がね付与されるっていうふうになりますんであのマイルとかのね購入キャンペーンだと結構ねここがハードル高かったりするんですけども、まあ、2000ポイント以上ね購入していただければ40%増量してくれるっていうふうになりますんで。 まあちょっとね、この後今後ね、あの宿泊予定があって、もうちょっとポイント購入すれば宿泊できるみたいな、まあこういった方もね、結構いいのではないのかななんていうふうに思います。で、特にね、注意事項っていうのは他にはないんですけども、結構聞かれる項目としてはですね、マリオットボンボイホテルのポイントをこちらのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードで決済すると、何ポイントつくんですかっていうのね、結構聞かれたりするんですけども、 特にね、ボーナスポイントはつきません。通常の決済分っていう風に処理されますので、100円で3ポイントがね、つくっていう風になります。ボーナスポイントね、ホテルで利用するとね、プラスでね、ついたりしますけども、まあそういった対応にはね、なりませんので、この点をね、注意してください。 それでは次にポイントの単価ね、見ていきたいなと思います。私の方でね、ちょっとまとめさせていただいたんですけれども、まあこういった形になっておりまして、先ほども言った通りね、2000ポイント以上ね、購入していただければ40%増量がね、つくっていう風になりますんで、2000ポイント以上ね、購入していただければ、1ポイントの単価はね、えー、それ以上はね、一緒っていった形になります。 で、4万3000ポイントのところでちょっと赤線ね、引かしていただいたんですけども、まあ、今回ね、40%同僚キャンペーンということで、4万3000ポイントを購入していただくと、えー、573.5ドルになって、まあ、今回ね、40%ボーナスがついて、6万と200ポイントっていった形になります。これの合計価格が、6、えー、7万6917円っていう風になりまして、だいたいね、このアメックスで決済していただくと、えー、外貨決済手数料はね、2%ぐらいね、乗ってきますので、 まこれで計算すると大体78,455円っていった形になります。で、これで購入していただく1ポイントの単価としては1ポイント1.22円でね、購入することができたっていった形になります。ですので利用する際に1.22円以上でですね、1ポイントが使えればまあお得にね、購入することができたっていった形になります。まあ1.22円なんでね、ホテルで普通に使うっていうのはまあ結構あの、 厳しいところですかね。まあ、ちょっと足りない分を足すところだったらね、いいと思うんですけども、まるまるホテルで使って1ポイント1.22円を超えてくるっていうのは、 結構ね、厳しいかな。まあ、ちょっとね、これは本当にね、繁忙期とかにもね、寄ったり、あとね、あの、世界のリゾート地とかだったらね、結構行けるかもしれないんですけども、利用する場所によってね、変わってくるかなっていうところでございます。で、今回ね、6万ポイントをね、獲得できる4万3000ポイントでね、赤字引かせていただいたんですけども、6万ポイントを一度にね、周りに交換していただくと、2万5000マイルにね、交換することができますよね。 ですので、す、ま、の、あ、これれでで、ね、利用していいいただければですね、結構いいのかなと思います。この6万ポイント購入して2万5000マイルになるんですけども、えっとね、ならないのが昨年の11月から、ねえー、ありましてアメリカン航空アビアンカ航空大韓デルタこのマイルに関してはこの5000マイルのボーナスつきませんので、まあ、これ以外のマイルで利用する際は6万ポイント購入すると2万5000マイルで、ね、利用することができます。 で、2万5000マイルね、もしアラスカ航空とかにね、交換していただくと、JAL のね、東京アジア間ビジネスクラスね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これがですね、だいたい今回のキャンペーンで言うと、まあ、8万円ぐらいでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、JAL のね、この区間のビジネスクラスね、たい20万とかね、してくると思いますので、まあ、ここら辺でね、利用していただければですね、まあ、お得にね、利用することはできるのではないのかなと思います。またね、冒頭にも言いましたけども、 ポイントでね、ね5 5連するとと無料とか、ねまあ、そういった感じで利用していただくのであればですね、まあ、今回のキャンペーンもですね、購入していただくのもいいのではないのかなと思います。 でですね、今回ね、マリオットボンボンホテルポイント購入ということで、外貨決済がね、伴う支払いになると思いますので、もし購入される方はですね、まだね、期間もありますんで、このね、レボリュートカード、ちょっとね、息子にシール貼られてしまったんですけども、このね、プリペイトカード発行していただくと、まあ、こちらで決済していただくと、外貨決済手数料ね、ほぼかからず利用することができるっていう風になりますんで、かなりね、おすすめです。でも残念ながらですね、こちらの、マリオットボンボンアメックスカードから、このレボリュートっていうのはですね、直接チャージすることができないっていう風に、 うになりますんで、まあ、今ね、私でもお勧めさせていただいているのはこちらですね合ってる。合ってますね。はい。イデアですね。こちらにチャージしていただいて、レボリュートにチャージしていただければ、マリオットボンボイポイントがですね、このね、マリオットボンボイから、このね、あのイデアっていうのはですね、ポイントが満額取れるんですよね。 はい。ですので、こちらからこのイディアにチャージしてポイントを満額取りつつ、またね、このイディアからレボリュートにチャージしていただいて、まあ、レボリュートで外国編成ほぼかからず支払っていただくのがね、個人的にはね、おすすめっていった形になります。で、このね、イディアはですね、残念ながらね、発行手数料ね、900円かかってくるっていう風になりますので、ちょっとね、私はもうね、発行してしまったので、試せではないんですけども、これね、バーチャルカードも発行することができるんですよね。 ですので、バーチャルカードだと、特にね、あの、発行手数料かかんないので、まあ、おそらくね、お金かからず、これにチャージして、アメックスからね、で、そこからレボリュートに流すことも多分できると思うんですけども、まあ、私はね、もうちょっと、リアルカード発行しちゃったんで、もう試せないんですけども、まあ、気になる方はね、やってみるのもね、いいのではないのかなと思います。まあ、もしね、物理カードがね、アメックスから、この、マリオットボンボイからね、アメックスからチャージして、ポイントが満額取りつつ、 物理、物理カードも欲しいっていう方は、こちらですね。B4 さん。私の方でも結構お勧めさせていただいてますけれども、まあこれもちょっとね、シール払いしちゃったんですけども、この B4 さんもですね、こちらはですね、発行手数料がね、かからないカードもあるんですよね。まあ残念ながらね、発行手数料かからないカードだと、IC チップもないですんで、ね、あの、全部スライドになるんですよね、決済が。まあそれでもよければ、あの、無料でね、もらうことができますので、まあこちらもね、概要欄に載せておきますので、気になる方はですね、ぜひね、発行 してみててみいいただければなと思いますす、まあ、今回に限ってはですねポイント購入される方は、えー、イデアでレボリュートで決済していただくのがねおすすめっていただきになります。ということで今回ですねマリオットボンベホテルポイント購入40%増量キャンペーンがね来ましたので解説させていただきましたちょっとねツイッターで話をねあの聞いたんですけども今ね宿泊実績2倍キャンペーンやってるじゃないですか。 で、ターゲットプロモーションで宿泊実績2倍来てる人ね、いるんですよね。で、こういった方はですね、なんと3倍ついてるらしいんですよね。ですので、1泊すると3泊のね、宿泊実績が、まあ、もらえてる人もですね、世の中にはいらっしゃるっていう風になりますんで、 このターゲットプロモーションね、多分ね、ツイッターで話題になったのは12月の末とか多分そこら辺だったと思うんですけども、まあもしね、来ている方いらっしゃいましたらですね、こちら今のグローバルプロモーションとそのターゲットオファーで一泊すれば3次席ね、着くっていうふうになりますんで、 これめちゃくちゃすごいですよね。まあ、もしね、私の視聴者の方でいらっしゃったらですね、ぜひね、コメントいただければなと思います。どのぐらいの人がいるのかなちょっとわかんないんですけども、一泊すればね、30席ってやばいですよね。だから、一泊、10泊して30泊ですもんね。そう考えるだけでやばいですね。だ12泊とかすれば、36泊で,5で、マリオとアメックスプレミアム持ったら15泊でプレイチナ達成ですね。はい、そう。いや、めちゃくちゃすごいですね。 はい、こういったこともね、あの、できてしまうみたいなんで、もしね、来てる方いらっしゃったら、ぜひ、コメントいただければなと思います。またね、あの、ポイント購入のね、今回、マリオットボムポイントのね、購入キャンペーンになっておりますので、もしね、購入される方、いつも言っておりますけれども、アメリカのね、トップキャッシュバック、経由していただいて、2%から2.5%とかね、多分取れますので、まあ、マリオットのポイントね、購入するのも結構高いので、やり方ね、これに載せておきますんで、こちらもね、ぜひ、利用していただければなと思います。このねたまったキャッシュバック っていうのはペーパーでね出すことができますので銀行振り込みもできますしアメリカの入国でエスターとかありますよねああいうのに支払いもねこのペーパーって利用することができますのでこれね貯めといて結構ね損はないっていう風になりますんでぜひね利用していただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画がにくった方はいいねチャンネル登録してお願いいたします私も Twitter やってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ